続いてはこの土日に横手市で行われた野外音楽フェス。主催したのはこちら、横手市出身のシンガーソングライター高橋優さんです。音楽を通じて秋田を盛り上げたいという高橋さんの熱い思いが、県の内外から集まったおよそ1万6000人を熱狂の渦に巻き込みました。この土日、高橋さんのふるさと横手市で開かれた秋田キャラバンミュージックフェス。高橋さんと親交の深い人気アーティスト13組が集まり、熱いステージを繰り広げました。集まった観客は2日間で1万6000人。音楽で秋田を盛り上げたい、そんな高橋さんの思いが実現した2日間になりました。一緒に最初から盛り上がってくれますか、横手。オレンジ色の空、西日に照らされて、不揃いな影帽子が揺れてた。会場となった横手市のグリーンスタジアム横手。周りにはご当地グルメの屋台が並び、中には高橋優さんの行きつけというラーメン店も。何回かお話しさせていただきましたね。どんな気さくな方、本当に地元の青年であってもおかしくない、でもスーパースターですもんね。そんな感じです。30度を超える厳しい暑さの中、開演を待ちわびる観客。いや、もう高橋優が大好きなんで、それでもう高橋優に会いに、それが一番の目的。はい、なんか力強い歌声とか歌詞とかがすごい好きなので、パワーをもらいに来ました。そうですね、秋田でもあんまりこういうイベントって今までやったことないと思うの で地元横手でやっていただけるのはすごく嬉しいですし、ここからどんどん秋田が盛り上がっていければ、歌を通じて盛り上がっていければいいなと思います。そして会場には高橋さんの母校の後輩たちも。やっぱり秋田県というか三内とかを代表しているので、代表している人だと思うので、もっと活躍してほしいなと思います。今日のライブ頑張ってください。そして正午過ぎ、いよいよフェスが開幕。 I love you 秋田、秋田キャラバンミュージックフェス2016始まる。秋田でのライブは初めてというアーティストもステージを盛り上げます。フェスならではの見どころが、アーティスト同士のコラボレーション。高橋さんは仮装にダンス、さらにはモノマネも披露します。青や青やお盆だけで
ているのを立ってもいられません、バカチンが。実は15年前、ゆうくんと大学の学園祭で共演しているのさ。その時楽屋にゆうくんが来てくれて、一言こう言われた。あ、失礼します、今日よろしくお願いします。もうずっとテレビとかで拝見してたんで、今日ご一緒できてもっともっと光栄に思ってます。はにわさん、はにわだよ。そして2日間フェスを締めくくったのはもちろん高橋優さんです。俺も頑張るわ。いやいやいや、このフェス2日間終わったらさ、多分もう疲れてくたびれて、あと起き上がらなくなるんじゃないかなと思ってたんだけれども、逆でした、僕の場合は。デビュー当時からの夢だったという地元での音楽フェス。どうだった？楽しかったです。楽しかった。秋田の皆さんがすごく盛り上がって、秋田っていいなと思いました。来年もぜひ行きたいです。もう毎年来ようと決めました。絶対13回来るんで、ね、13回来るんで。予告的に来てくれてどうもありがとうございます。ありがとうございました。横手の今まで見たことがないぐらいの笑顔とか元気とかをこうたくさん見させてもらった2日間でした。本当に最高の時間でした。